召喚テーマで講義、開始いたします。シェブリヒコール原発いらない、さよなら原発、三鷹アクションと申します。実は明日、井の頭公園で、5回目のパレードをやります。あのジブリ美術館の裏の方です。そこに井の頭公園の西園というところがありますので、そこで、1時に集まって1時半にパレード開始です。中央で脱原発の反対運動するのもそれは大事なことだと思うんですけれども、やっぱりあの私たちの地元に帰って、生活の場で脱原発の声を上げ、皆さんのいるところではそれこそ脱原発だけの人だけじゃないわけですよね。そういう人たちにもちゃんときちっと原発をやめようという、アピールをしていこうと。こちらの忘れない福島っていう映画がですね、来週の4月26日の金曜日まで、渋谷の方でアップリンクっていうところでありますので、それをちょっと見てきたので、ちょっとそちらの映画のアピールを、したいと思っています。こうなってしまったのも、今まで自分たちが何もしてこなかった、声を上げてこなかった、原発に反対してこなかったことが、無関心であったことがこの事故を本当に生んでしまったのだと本当に反省する毎日です。二度と繰り返したくありませんし、子どもたちに同じ思いをさせたくありません。